昨年秋開催された2000年春夏ニューヨークコレクション、大気中超大型ハリケーンに見舞われ大波乱のスケジュールとなった。文字通りハリケーンのごとく、ロンドンからニューヨークコレクションへ初上陸したのがアレキサンダー・マックイーン。恒例のビッグイベント VH1 ボーグファッションアワード栄光の受賞者を今夜発表。そして注目のデザイナーストーリーは実力派ニコル・ミラーをクローズアップ。水木有沙をフィーチャーして行われたフォトシューティングも現場直撃レポートする。This program is presented by Shiseido.今回のニューヨークコレクション会期中に行われ、大きな話題を巻いたのが NYC2000 と題されたファッションイベント。ニューヨークブロードウェイの中心地、タイムズスクエアで開催されたこの催しには、アメリカを代表するトップブランドをはじめ、海外のスーパーブランドからストリート系ブランドまで90にも及ぶメゾンが参加。ワンブランド、ワンコーディネートで壮大なファッションショーが繰り広げられた。その全てのモデルのメイキャップを手掛けたのは売れっ子メイキャップアーティスト、ボビー・ブラウン。アメリカ全土で一番最初に2000年の朝を迎えるニューヨークで、新しいミレニアムを祝うプレカウントダウンイベントとして行われたこの催しはニューヨーク市が主催。当日は多くのセレブリティとともに5万人にも及ぶ観衆が殺到。あらゆる世代、あらゆるシチュエーション、あらゆるイメージのパーティーをテーマにしたショーで、ミレニアムケーキをさらに煽る催しとなった。ベストとして私たちファッション通信がこのマーク・ジェイコブスを選んでご紹介したこと、ご記憶の方もあるはずです。今や絶好調、彼におけるルイ・ヴィトンの成功は彼自身のブランド作りにも大きく役立っているようです。ヴィトンとの大きな違いをアメリカらしさの強調に置いたといえる今回、 T シャツやジーンズ、デニム味などいわゆるアメリカンカジュアルの基本ともいえるものを彼らしいテイストに組み直して作り上げたコレクションです。で着心地よく機能的、しかも最高の素材がこともなげに使われているなど、2000年春夏の代表といえるマーク・ジェイコブスです。華やぎのあるリゾートでのおしゃれ、そんな形容がぴったりなマイケル・コースのコレクション。セリーヌ人気を大きく盛り返させた彼は、自分のブランドにも共通する楽しさを盛り込んでいます。まず目につくのがハッピーな色の数々。ベージュ色のヌードカラーに始まって、ピンクにミント、ブルーにコーラル、ボディフィットするジャージーにシースルーレース、それにピカピカ輝くクリスタルダイヤを散りばめた素材もその明るいセクシーさを強めています。テーマはズバリハッピネス。健康的でセクシーな若い日のブリジット・バールドを思わせるイメージ、南フランス的ムードを漂わしたマイケル・コースでした。なんともロマンティックなジーンズスタイルを展開してみせたのがアナ・スイです。彼女らしさの一つである装飾的なデザインがそのどぎつさを消し、ソフトで甘やいだ味として表現されました。作品は6つのスタイルで構成されています。ジャケット、シャツ、パンツ、ロングスカートにショートスカート、そしてカプリパンツ。どこかヴィンテージ風な味わいを見せるその優しいロマンティックさや女の子っぽさ、刺繍やスパンコール、ビーズを飾り、細い紐を通し、レースやフリルをあしらう、時にはペザント的、また時にはソフトウェスタン、いい味の世界を作り上げたアナ・スイです。今シーズン最大の話題となったのがアレキサンダー・マックイーンのニューヨーク初上陸。超大型ハリケーンフロイドによる避難命令が出される中、強行されたショーは彼ならではのシアトリカルな演出でまさに台風の目となった。
a kind of juxtaposition between like American culture with the American football images, like the football shorts and the t-shirts with Islam and the Middle East, and kind of bring two worlds that are so far apart together, really. I like to push myself, you know. Every season I have to push myself to, you know, make myself more excited about what I do for a living. I don't know, it's kind of, passion can get very sort of like stagnated. So I wanted to sort of like, I wanted to feel my profile in America more. I don't know if I've done it with this collection, but people will recognize it anyway. ショーは2部構成、後半に入ると水を張ったステージには無数の針の山が出現、その上をピアノ線に吊るされ、アラブ風のコスチュームで顔を覆い尽くしたダンサーたちが舞い踊る。フィナーレに登場したマックイーンも彼ならではの強烈なユーモアで観客から盛大な拍手を浴びた。もう一人、今シーズンニューヨークに初上陸を果たしたのがパリの人気デザイナー、マルセル・マロンジュ。パリがファッションキャピタルとしての意味を持っていたのは過去の話。コレクションの発表する場所として考えたとき、マロンジュは今最も刺激を感じる場所としてこのニューヨークが選ばれたという。コレクション終了後、パリに戻ったマルセル・マロンジュがデザイナー生活10周年を記念して開催したのがコンポジット展。これはマルセル・マロンジュが10年間の創作生活の中で大きな影響を受けてきた古典絵画や現代美術のムーブメント、建築、写真、映画、そして旅といった分野のインスピレーションソースと、その影響から作り出された彼の作品を比較展示するという意欲的な試み。会場は10のコーナーに分けられ、来場者はそのナンバーに従って彼の世界を旅するという演出だ。Ayant besoin de s'exprimer, être créatif, en fait, ça part. On a envie de toucher à plusieurs choses. Une fois qu'on a fait un certain parcours dans un domaine, je crois qu'on a envie de toucher à autre chose. Et c'est vrai que la déco, la maison en général, que ce soit meubles, objets, utilitaires, et mon envie d'exprimer quelque chose est pareil dans le bâtiment, dans ce domaine-là, que de joindre l'utilitaire.オープニングレセプションには多くのモード関係者が詰めかけ、彼の人望の厚さを伺わせていた。メイキャップアーティストとして数々のトップメゾンのショーを手掛けてきたフランソワ・ナース。3年ほど前から彼はメイキャップの仕事とともにフォトグラファーとしても活躍の場を精力的に広げている。そんな彼の最も新しいフォトシューティングがニューヨークのダウンタウンの一角を舞台に行われた。これはモデルのスター性に頼らず真の美を追求する彼の写真に注目した日本のブランドフランドルの依頼によって実現したもの。Well, for me it happened very naturally. I've been doing makeup for I guess about over 20 years. So I really had a very special idea and a special vision about the image and the kind of girl I wanted to photograph. So,It really happened very, very naturally. I think there's a lot of like, it goes like in many different moods. I mean, I think, you know, I try to make the girls always beautiful. I think that's the main line for the campaign. And just in different situations, you know, there are girls like, you know, girls sitting on the couch sometimes. We did group pictures, you know, of girl, boys and girls.With pictures on the set where there's more like movement and the girl is more like having, you know, like dancing almost. It's really, really many different things. 12のブランドを持つフランドル。
各ブランドの個性を反映してテーマも様々だが、いずれにも共通するのは上質な服作りへのこだわり。そのこだわりがファッションの本質を見据えたフランソワナースのカメラによってニューヨークのビビッドな空気とともに映し取られていく。続いてのコーナーでは恒例のファッションアワードを大発表。果たして栄冠は誰に輝くのか。浄化美白の化粧水、肌の濁りを捨ててから浄化美白。清らかな美白成分と潤いで満たす浄化美白。いっぺんにできます。 UB ホワイトの化粧水資生堂。200両だ。200両。イオハッツンご機嫌だね。湯上がりかい。するってと何かい。そうよ、何が何したってんだから。何がね。おっと、いけねえいけねえ。おや、毎度くすみ、お手入れで。そいつはいけねえな。エリクシールドラマチック美容液をお使いよ。ただまた実にどうも。朝のお肌がよろしいようで、錆びない人。ありがたいね。だもん、ニューヨークのケーブルテレビ局 VH1 が主催、ファッションとミュージックを融合させたアワードとしてカテゴリー別にその年のベストワンを選出する恒例の催しが、今回から主催者側にトップファッション誌 Vogue を加え、名前を VH1 Vogue ファッションアワードと改めて開催された。99年度の授賞式は VH1 らしく、プレゼンターも豪華な顔ぶれ。超人気アーティストによるライブステージの後、各部門のベストオブザイヤーが発表された。まずはモーストファッショナブルアーティスト部門、その女性アーティストにはこの授賞式でもライブを行ったジェニファー・ロペスが選ばれた。続いて発表された男性のモーストファッショナブルアーティストはご存知、レニー・クラヴィッツ。授賞式に出席できなかった彼はビデオで受賞の喜びをコメント。続いての発表はアバンギャルドデザイナーオブザイヤーへと移る。ノミネートされたアントニオ・ベラルディやコメディ・ギャルソン、幼児山本などの作品を身につけたダンサーによるパフォーマンスが披露された後、呼び上げられたのはアレクサンダー・マクイーン。そう、アレクサンダー・マクイーン。彼はスコットランドの民族衣装キルトをつけてステージに登場。彼ならではのパフォーマンスで喜びを表現した。そして99年度最高の美の女神モデル・オブ・ザ・イヤーにはジゼル。ファッション通信でもベストモデルに選んだジゼルが受賞。これまでの流れを変えるゴージャスでグラマラスな新主流派モデルだ。 Thank you. Thank you. Thank you. 次々に発表は進んで、いよいよ本日のメインイベント、ダナケラン、ジョルジョ・アルマーニア、グッチ、カルバン・クライン、ラルフ・ローレンといったノミネート作品によるファッションショーの後、 VH1 のデザイナー大賞ともいえるウィメンズ・ウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーの発表が行われる。大方の予想通り、ウィメンズウェアオブザイヤーに輝いたのはトム・フォード・フォー・グッチ。今やこの VH1 アワードの常連受賞者ともいえるトム・フォードに大賞の栄冠が輝いた。 Thank you very much. Thank you. 空前の好景気に沸くアメリカファッション界を象徴するまさに華やかな受賞式となった。でも人気をぐんぐん高めているジョン・バートレット、ミラノではビブロスをデザインしているこのハーバードでの秀才は、男っぽさと女らしさをコントラストさせながらモダンな服作りを見せました。シャープでハードな感覚と思いっきりデリケートでフェミニンなものと対照的に組み合わせて生み出される面白さや新しさ、これが目下ジョン・バートレットを夢中にさせているイメージなんです。服としては実用性がとっても高く、例えば旅先で便利なワードローブ作りもこのコレクションから選べばバッチリ。女っぽさ、セクシーさの魅力と知的でしっかり仕事のできるイメージの両方が自由に演出できる服なのです。ジョン・バートレットのコレクションです。続いて
ヨークのコレクションです。デザインしているのは注目のロンドンデザイナーフセイン・チャラヤン。私たちファッション通信がロンドンコレクションのベストとしてこのフセイン・チャラヤンのコレクションを選んだことからもお分かりのように、ありきたりの目新しさではなく、全く根本的な視点に思いがけない新しさを取り入れ、しかもぬくもりのある自然さで美しくまとめる力を持つのがフセインなのです。そんな才能にセイというブランドの持つ伝統的なカシミヤや他のスーパー高級素材が組み合わされたこのコレクション、3ディメンション 3D の流れと彼の言うテーマ、立体的にラッフルをつけたデザインをメインに綺麗な色使いがたくさん見られました。フセイン・チャラヤンの作るフセイン・ニューヨークです。次のコーナーでは人気コレクションレポートに加えて水木有沙をフィーチャーしたフォトシューティングも直撃する。浄化美白の化粧水。肌の濁りを捨ててから浄化美白。清らかな美白成分と潤いで満たす浄化美白。いっぺんにできます。 UB ホワイトの化粧水資生堂。200両だ。よう、ハッツァン、ご機嫌だね、湯上がりかい？するってえと何かい？そうよ、何が何したってんだから。何がね、おっと、いけねえいけねえ。おや、くすみ、そいつはいけねえな。エリクシールドラマチック美容液をお使いよ。また実にどうも。朝のお肌がよろしいようで、錆びない人。ありがたいね、だもん。Mademoiselle. I sort of made up this little story in my head about this girl who's very privileged, and she sells her art that she got as a high school graduation present in the 80s, her 80s art, and decides to travel the world with, you know, her favorite sacred khakis, and decides to, that she'd rather spend her money on good time then on more clothes. So she stitches together little hankies like this for tops and mixes them with all these great old things that she's had, and you know, just has a good time. Ela é tempo do bom, lá do pino de Copacabana. Ela é tempo do bom, lá do pino de Copacabana. Sing the main action of both. To announce that being well dressed, being sophisticated, elegant, is maybe the only thing left at the moment to be different from everybody. Because after 2 or 3 years with sportswear was so important, and we all know how to dress in that and look great. Kind of the culture of being well dressed is nearly lost. So that was an important thing for me to just get this message out and say, you know, let's not be afraid, let's be well dressed if you want to be. It's nothing which is completely dead, it's something which is actually very exciting. And that explains in a collection why, you know, it's mostly on an elegant, sophisticated, and sometimes slightly playful, eccentric, elegant clothes. 今やニューヨークでもすっかり人気を定着させたベルサス。その今シーズンはこれもおなじみの風景となった。アメリカの音楽界や映画界を代表するセレブリティが続々と来場する中、イギリスの人気グループバックストリートボーイズのライブ演奏をフィーチャーして発表された。Black is always very inspired by rock and roll is black,
and even rock and roll is going into colors. As you see the band performing tonight, the band pink hair and orange hair. So this is a very important, you know, statement that black doesn't represent anymore elegance, like a little black dress is a little black dress for it. And colors are fun, are joyful, are playful, and passion is all about that. ニューヨークの社交界に数多くのファンを持つニコル・ミラー。彼女はアメリカのファッション学校を卒業した後パリに留学、オートクチュールのテクニックを学ぶ。帰国後独立、今では全米に30以上のショップを擁する、まさに実力派デザイナーとなったこのニコル・ミラーをスペシャルレポート。コレクション終了後、ニューヨークのフォトスタジオでは彼女の最新春夏シーズンのキャンペーンフォト撮影が行われていた。ノード作品はもちろん、アクセサリーから靴、バッグ、メガネに至るまで全てニコル・ミラーブランドの最新作。デザイナー自身が現場に立ち会って一点一点丹念にスタイリングしていく。ダウンタウンにある自宅でのライフスタイルの中から彼女の作品は生まれる。 Sometimes I try to turn everything upside down and start from scratch and sort of push the limits and push the boundaries and try to push myself to some pattern of thought that I haven't done before. And I try to get my staff all revved up and excited and so everybody's sort of pushing themselves and we're trying to like bombard each other with a lot of different ideas till we come up with something. And it's a lot of sleepless nights and whatever, and finally you get to a point where that's it and then you go with it.東京のフォトスタジオでは現在発売中の流行通信2月号のフォトシューティングが行われた。そのファッションページにフィーチャーされたのはニコル・ミラーの最新作。モデルは水木有沙が務める。ニコル・ミラーの若々しい中にもエレガンスの真髄をたたえたモードと、女優歌手でありファッションリーダーとしてもたくさんのファンを持つ水木有沙とのコラボレーションは軽快なシャッター音とともに続けられた。ダナ・キャランはこのコレクションの中に2つの相反するように見える要素を混ぜ合わせ溶け合わせています。それは過去と未来、東洋と西洋、素肌と布地など、この両極のフュージョン、混ぜ合わせこそ2000年度彼女のテーマなのです。体を優しく包み込むスカーフスカート、遠くにヒップラインに美しくフィットし裾が広がっているこのシルエットは実に女らしく優雅です。このコレクション発表の後でお会いしたダナは、人に優しいこと、自分の喜びや幸せと同じものを人にもあげたい、綺麗に見える喜びや幸せをよりたくさんの人にあげたいと言ってられました。女性ならではの幸せを作るダナ・キャランのコレクションです。先
シーズンの秋冬コレクションで黒を思いっきり強調したカルバンクラインはこの春夏で白にその中心を移したようです。色としてはこの白と綺麗なブルー。ところで彼も全く相反する対照的なものの生み出す魅力に目をつけた一人です。まるで肌の上を流れるように揺れるランジェリードレスの一方ではポロシャツなどメンズ要素の大きなデザインを作っています。でもいずれにしても素材の大半は軽く、そしてストレッチ性を持つ動きやすく着やすいものばかり。後半綺麗なブルーを中心にしたシーンではギンガムチェックに蛇皮のパイソンやストレッチジャージで作ったアンダーワイヤードレスなどシンプルな中にも変化と面白さが加えられていました。今のアメリカで最も大きく求められる要素、着やすさ、動きやすさを十二分に考慮しながらも新鮮なモダンイメージを拡大させているカルバン・クラインです。モードサピエンス、就職ならモード学園。サピエンス、就職ならモード学園。5大都市で繰り広げられた春夏コレクションの中からあなたがもう一度見たいベストコレクションを一つハガキに書いて送ってください。それをもとにリクエストコレクション特集をお送りします。そして今週のプレゼントは番組中でもスペシャルレポートしたニコル・ミラーのオリジナル T シャツをプレゼント。リクエストとプレゼントの宛先はご覧のところまで。たくさんのご応募お待ちしています。来週のファッション通信はお待ちかね2000年春夏ロンドンコレクションの登場だ。マックイーン不在のロンドンをリードするステイン・チャラヤン、クレメンツ・リベイロ、ポール・スミスなどの人気メゾンをはじめ、続々台頭する新鋭クリエイターのショーも一挙大公開。さらに英国が誇る老舗ブランドバーバリーの新展開やロンドン最注目のアクセサリーデザイナーのエキシビションも現地直撃レポート。乞うご期待。 This program was presented by Shiseido.